くだらない余興だけど気まぐれに付き合うわ。クリスが決闘を求めてくるわね。祝いの余興とかいう建前で。昔はキャルをいじめることだったけど、最近は退屈ね。ないわ。何にでもなれると決まりきっていたから。この世界、あなたのせいで手に入らなかったけれど、ならめちゃくちゃにしても壊れないおもちゃ。あの玉座の座り心地は悪くはなかったわね。あなたらしい間抜けな質問ね。いるわけがないでしょ。間の抜けたことを言うのね。孤独と孤高は違うのよ。退屈ね。いっそもっとくだらない質問はないの？どちらでも構わないわ。しょっぱいおにぎり以外は。今日はわざわざありがとう。とてもつまらなかったわ。裏切り猫とおめでたいお姫様によろしく。